はい、どうも、ビルトです。大輝です。今回なんですけど、統合版のテクスチャ紹介やっていきたいと思います。はい、ということで今回はね、統合版のテクスチャーを紹介するということで、まあ、Twitter の DM の方で視聴者さんの方からね、 Java の時に紹介してた、まあ、エイムが良くなるテクスチャーを統合版で使えるようにしましたっていうね DM が来て、せっかくなら動画にしようということで、まあ、DM してくれた方のね Twitter、概要欄に貼っておくので、よかったら皆さんねチェックしてみてくださいってことで、まあ、今回紹介するテクスチャーはこれです。 Novis ですね。 Java で見てくれてる人なら多分知ってると思うんですけど、まあ、なんかエイムが良くなるテクスチャーということで紹介したね、パック、これ統合版でね紹介していきたいと思います。まあ、適用するとねワールドの感じはだいたいこんな感じになっています。まあ、アイテムパパッと紹介してミニゲーム入りたいと思います。でまずダイヤ防具ですね。ダイヤ防具はこんな感じでちょっと濃いめの青になってますね。で解像度は16なんで、まあ、結構軽い方なんじゃないかなと思います。で次は剣ですね。これがダイヤ剣で、これが金剣で、鉄剣、石の剣で、木の剣ですね。でこれが弓ですね。よいしょ、こんな感じです。ほい。で音もねちょっと変わってます。で釣り竿、こんな感じです。で、鉱石はねこんな感じでやっぱ枠がついてて、溶岩にあってもねすぐ分かるようにね縁取りがされてます。でまあ空とかはね雷が走っててね、かっこいい感じになっています。まあってことで、まあ、なんかミニゲームやってねこのテクスチャー使っていきたいと思います。はい、ということでハイブにやってきました。まあハイブのねスカイオーズやっていきましょうか。ソロでやっていきましょう。ってことで、まあ、なんかインベントリーとかも結構丁寧にねコンバートされてますね。なんかアイテムとかちょっとぐらいバグってんのかなって思ったら、意外とそんなことなくて、まあ、めちゃめちゃ丁寧にね、移植してくれてますね。マジでありがとうございます。ってことでやっていきましょう。はい、ということでマップにやってきました。でハイブのねスカイウォーズ結構久々なんで、ちょっと感覚忘れてると思うんですけど、まあやっていきたいと思います。よいしょ。あ、まあ防具はね結構強いね。あ、胸も来た、いいね。で、武器切り替えちゃんとして、まあ、このスカイオーズは掘ると強くなるので、まずねこれだけ掘っとこう。レッドストーンさえ掘っとけば体力が増えるので、よいしょ、まあ、4つ増やしとけば問題ないかな。で真ん中行きましょう。でちょっと僕まだね走りながらつなげるやつね確実にできないので、ちょっとあんま無理せずやっていきたいと思います。ちょっと待って、いけんなこれ。あ、はい、ということでやっていきましょう。ちょっと今のは脳幹ということで、まあ、ダイヤ剣が強かった、うん。ただそれだけの話です。よいしょ。ってことでやっていきましょう。まあ、脳死でとつったりとかね、しないようにして。OK。多分これ以上増えないかな。OK、OK、OK。で、ダイヤ掘るか。で、真ん中解放されたんでいきましょう。よいしょ。まあ、強いんよな、その置き方は。この人やったらか。ちょっとね感度設定があんまりうまくできてないので、ちょっとあんまりね良くない良くない良くない。なんかね統合版むずい、マジで感覚が慣れなさすぎてさ、ビビってなんか敵に突っ込めないよね。まあプレイはねちょっとあんま気にしないで、ってことでやっていきましょう。よいしょ。レギンスちょうだい。マジないな、もう。マジ KB がさ、やっぱ Java と違うから本当に不慣れ。ちょっと待ってね、戦ってんね、もっと戦って。はい、お疲れ。死んだ後に聞こえちゃった。マジでうまいんです、それは。うん、待って、あー逃げないで。やば、トップクリック最強なんですよ。やり、いいか、二刀流でいこう。まずは火で、火出ないやん。もう待って、このさマジで慣れない、この。死んだ、多分死んだわ、多分。人頼む。え、死んだこれ。うわー、なんか多分
あ、1位だ。やった。勝った。じいじい。はい、ってな感じでね、今回はね、ノビスっていうね、エイムが良くなるテクスチャー紹介していきました。まあ、このテクスチャーね、結構お気に入りなんで、まあ、統合版で使えるようになったのはね、嬉しいっすね。まあ、概要欄にね、ダウンロード先のリンク貼っておくので、よかったら皆さんもね、使ってみてください。ということで、この動画が面白かったらね、チャンネル登録と高評価、ぜひぜひお願いします。あとね、僕のツイッターのフォローよかったらお願いします。下の概要欄から僕のツイッターフォローできるようになっているので、よかったらフォローしてくださいということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。